にちは、春風ツアーです。今回はワルシャワにあるショパンのサロンをご紹介します。ポーランドはヨーロッパのほぼ中央、やや東寄り、この赤い六角形で囲んだ場所です。そしてワルシャワはポーランドの中の中央からやや東側に寄った場所です。今回ご紹介するワルシャワにあるショパンのサロン、これはショパンがパリに立つ前の最後の3年間を暮らした旧クラシンスキ宮殿、またはチャプスキ宮殿とも申しますが、その一室がサロンとなって博物館になっています。この建物は現在美術アカデミーになっています。この建物も戦後復元されたものです。ショパンはここで暮らした3年間の間に多くの作品を生み出しました。その一室、これは一室しかないんですが、ショパンのサロンとして博物館になっています。今回はワルシャワにありますショパンのサロンをご紹介いたしました。